私、はい、スピンサーブを打ちたいんです。まずトス、体の向きでスイング方向、ボールは向こうなのにスイング方向はこっちなんですよ、はい、これがスピンサーブ。こんにちは、キワです。小野田さん、私、はい、スピンサーブを打ちたいんです。あのスピンサーブの打ち方教えてください。はい、やっぱスピンサーブはやっぱり女子にとってみれば難易度が高いんですよ。ただやっぱり3つの条件を満たしたら絶対に打てるようになります。はいはい、まずやっていきましょう。はい、はい、お願いします。うん、もう一回。はい、 OKOK、 うまく打てますね。3つの条件っていうのは、まずは体の向きです。体の向き、どういうふうな体の向きをしているのか、まず構えてみましょうか。キワちゃんは少し正面に向く傾向があるので、はい、足はあのポール、うん、そこにめがけて足をこう揃えます。はい、それとともに胸の位置ですね。胸の位置、胸の位置も少しポールに向けます。だいたいこれぐらい。はい、カメラ映るかな。はい、これぐらいですね。はい、これで構え、そしてトロフィーポーズ、ポーズいきましょう。打つ前、はい、打つ前。はい、そうすると今度はこの足が、はい、この足、この足が前にこうやっていくと体が開いていっちゃうんですね。あー、こう、そうなんです。そこを食い止めるために、はい、まずはここはこの棒から出ちゃいけない。はい、はい、ごめんなさい。そう、これぐらいです。それとここの腰の位置、はい、ここだけ出す。そうです。そうすると今度は胸がこう傾斜してきますよね。この高低差が生まれます。うん、そこから体を返していくと強いインパクトになるんですよね。だから打つ前までは、はい、この足、腰の位置、胸の位置は必ずポールの方向に向いておく。はい、はい、まずこの体の向き非常に大事です。まずはインパクトするときはここでボールを取る。その代わりトスが頭より若干左、ここにセットアップしなきゃいけないです。キワちゃん打ってるときはこのね、少し右肩より右の方向にトスを上げて、ここから振り抜いていく形になるんですけど、これはねスライスサーブになっちゃうんですよ。あ、そうするとトスはちょっときついですけど、左肩ここに、はい、ここに上げなきゃいけない。はい、はい、でトスは当然今みたいに左に上げなきゃいけないですけど、はい、ラケットはじゃあどう出てくるのかっていうと、はい、ラケットは頭の後ろから天井に向かってこう出てきます。はい、ちょっとラケットを置いてください。置いてください。はい、ラケットを置いて手のひらで後頭部こう触りますね。はいはい、そこから上にこう出てくる。そう、はい、これできますよね。はい、そうするともともと肘の位置が当然こう前にある、うんうん、前にあるから肘を出した後にラケットを追い越す。じゃあこの後どうするのかっていうと、だいたいこのラインのライン沿いですね、はい、ライン沿いにスイングしていく。こんな感じです。ちょっとイメージとは違う。ボールは当然向こうに打ちたいんだけども、はいはい、回転をかけてスピンをね多くするためにはスイング方向っていうのは頭の後ろから出てきてこのライン方向に実は振っていく。ちょっとイメージが難しいと思うんですけど、はい、手のひらは丸く円を描くようにしてフォローをここまで持ってくる。実際ラケット持って振ってみましょうか。はい、ありがとうございます。ゆっくりです。構え、はい、トロフィーポーズ、はい、そこからジャンプするときはこっち側に持ってきます。うーん、ちょっとあんまりイメージが難しいですよね。難しいやっぱりね、こういう風に、まあ、どうしてもやっぱり正面向いてる分前にこう振ったりお尻がこう後ろに出てきちゃってこうエビ打ちっていうんですけどね、エビのようにこう体がくの字に曲がっちゃう。そうすると
前に行きたいのに体重が後ろに残っちゃうからネットにかかっちゃう。だからできるだけ横向いたまんまインパクトする。ここからこの白いラインに沿ってスイングをしてみる。練習としては、後ろからやるのは難易度がちょっと高いので、少しサービスライン近辺から距離の短いところでやるのをお勧めします。はい。で、リリースこう構えてこれはつけなくていいんで、はい、最初もう頭の後ろにラケットをセットアップして、はい、まずトスを、はい、多分いつも上げてる部分ってこの辺なんですよね。はい。はい、この辺まで頑張って上げてみます。はい。僕がこう取ってるんで、ここにボールが当たるように。はい。上げてみましょう。落としていいですよ。はい、OK、 ちょっと左に上げすぎ、はい、ただそれぐらいでいいと思う。惜しい。もう一回。うん、今でいいですね。今ここ落ちましたけど、はい、まあ、これぐらい。やっぱスピンサーブってここに上げちゃうとね、もうスピンサーブは打てないんですよ。あ、そうなんだ。だから左の方向に上げて、はい、自分の左肩の前ぐらい、はい、うんうん、じゃあ実際にこれボール打ってみましょう。はい、ありがとうございます。お、 OKOKOK。 ラケットは頭の後ろからこう出てきます、はい、そうするとボールを下から、まあ、大体7時方向から1時方向に対してラケットを抜いていくんですね、うん、はい。だからまずここにラケット、あ、ごめんなさい、左手をセットアップして、はい、ここから前にこう振ってみましょうか。自分で前、そう、もう一回下から上げていく。そう、そんなイメージでやってあげるとラケットもその方向に入れてあげればいい。そう、そうするとスピンがこうかかるんですね、はい、それをじゃあ実際ラケットを持って、そう、そんなイメージでラケットの刃を入れてあげます、はい。で今度は今手をやりましたけど、はい、実際には同じ、今度はここにラケットをセットアップしてあげて、ここから自分でこうやって打っていく、はい、はい、持って、そう、そんな感じ。そう、こんな感じで方向に対してはラケットが向いていく、はい、ちょっと僕の見てて、こうですよね。ここにラケットセットアップして、こういうイメージ。はい、手の下で6時、7時方向から1時方向にこう回転してあげる。そう、ラケットの振り方は多分それで OK です。はい、じゃあ実際にここからトスを上げる、上げる、こういう練習しましょう。構える、上げる。もう完全に僕こっち振ってますよね。本当だ。前に振ってなくて、完全にこっち振ってる、はい、ボールは向こうなのにスイング方向はこっちなんですよ、はい、これがスピンサーブ。やっぱりスライスサーブって前にこうやって振ってっちゃうからスライスになっちゃうんですけど、スイング方向的にはもうこの横のラインでいいんです。いいでしょ。左、おー、おできた左、おー、おできた。そこに上げちゃうとスライスになっちゃうから、もっとこっちでいいです。はい、もっとこっちに上げて。OK！ 改善。そういうイメージ。はい、あ、そもそもここよりこっちに上げたら、もうスピンサーブっていうのは不成立。できない。だからここより左側に上げて、結局は7時方向から1時方向にこうやって引っ掛けなきゃいけないんですよ。はい、スライスっていうのはここに当たるんですよね。横に。スピンっていうのはやっぱりここに当てなきゃいけないから、だから難しい。あ、まずトス、はい、体の向き、そうで、スイング方向、 OK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 、 完璧。じゃあもうちょっと難易度を高くするんで、はい、まあ、ここまでいきましょうか。下がりましょうか、はい、はい、左左、 OK。 今完璧にスイング方向、スイング方向、トスの位置完璧、体の向きも前に開かない、この3つを守れば今みたいにしっかり打てます。もう一回打ってみましょう、はい、
左側 OK。 スタテに OK OK。 いいよいいよ。けどそうなる普通は。そう、すいません。けど今みたいに、はい、ここで当たるってことは、はい、こっちの方向にスイングしてるってことだから全然いいミスです。はい、はい、ゆっくり。ごめんなさい。 OK。 もう一回、ちょっとやっぱりこのなんていうんですかね、やっぱり距離が長くなると難易度が高くなるんですよ。今までここで振ってたものがやっぱり距離が長くなると力が入ってもっと前に飛ばそうと思うから、ここにこうやってこうやって当たっちゃうんです。そうなんだ。 OKOK、 ゆっくり。オッケーオッケー、そんな感じ、そんな感じ。オッケーオッケー、あ、近い。お、来てます。ナイス。スタテにスピンサーブやってみましたけど、はい、やっぱり難しいですね。難しいですよ。本当に難易度が高いショットの一つなんですけども、やっぱり体の向きで、はい、スイング方向、そして大事なのはトス、この3つを改善してあげるとスピンサーブが打てるようになりますから、まず反復練習をして続けていきましょう。はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。次回もまた見てね。全然自分のできてるって言ってましたけど、全然できてない気がする。私今こっからしかまだやってないので、こっから構えてできるようになりたいです昔やってたから小さい頃にやってた感性ってやっぱ残ってるんですよ、うん、だからスピンもこうやってごらんって言ったら飲み込みも早いし、まあ、その辺は素晴らしいですね。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a likeBy pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!